はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。ここ私がいつも作業している部屋なんですけども、ちょっと最近あまりに暑かったんでですね、エアコンつけようと思ってスイッチ入れたらですね、壊れてました。まあどういう症状かと言いますと、まあエアコンのスイッチ入れても全然冷たい風が出てこなくて、まあすごい暑い風がずっと出てるんですね。で、調子悪いものは、まあとりあえずバラせばなんかわかるんじゃないのということで、ちょっと今バラしているところですね。で、このエアコン取り付けるときですね、外の壁が高すぎて届かなかったので、一旦壁の中をですね、下の方まで引っ張ってって、下の方から外の壁に出してますと。というわけでですね、まずちょっと壁を取らないと中が出てこないっていう、ちょっとめんどくさい取り付け方ですね。で、無事にバラしてアーダコーダー見てたんですけど、まあ症状からしてですね、どうやらガスが抜けてるっぽい感じなんですね。というわけで、このバラしたの無駄になっちゃいましたけど、ガスの充填をしていきたいと思います。はい、で、ガス漏れ箇所探すのに使うのはこれですね。ガス漏れ検知センサーですね。これエアコンのガスに含まれるハロゲンに反応するセンサーですね。で、単4電池4本で動くようになっていて、この先っちょの尖ったところにですね、感知するやつがついていて、ここでガス漏れを検知するようになっています。で、スイッチ入れるとですね、こういう風に一定リズムでピッピッピッと音がします。で、その音に合わせてね、上の LED も光る感じですね。で、ガス漏れてるところに当たるとここの音がですね、速くなるらしいんですけど、この辺は大丈夫そうですね。次は下の太いとこですけど、あ、音速くなってますね。ちょっとここ怪しいですね。ちょっとじっくり見てみましょう。うん、あ、もう間違いなくここの下の太い管のこのボルトのとこですね。実は1個だけだとちょっと不安だったんで、こういうガス漏れ検知剤っていうのもね、買ってみました。で、これまあほぼ石鹸水なんですけど、漏れてるところにかけると泡がブクブクブクと出てくるらしいんですけど、さっきのところにちょっとかけてみましょうと。で、かけてみると泡出るかな。はい、あ、めっちゃ泡ポコポコポコ出てますね。というわけでですね、露骨に漏れてるので、まずはここの穴を塞いでいきたいと思います。はい、で、修理する前にですね、ポンプダウンって言って配管の中に残っているガスを一旦室外機の中に回収する作業を行います。これしないとですね、外した瞬間にガス全部抜けちゃうんでですね、重要です。で、使うのはですね、このゲージマニホールドっていうやつですね。まあ、これ何かというと、まあダイヤルっていうか蛇口みたいなのがついてて、で、あとホースの中がどのくらいの圧力になってるかっていうゲージがついてるやつですね。これなくてもですね、実はできちゃうんですけど、前取説に一応使えって書いてるんで、まあ、今回手元にあったんで使っていこうと思います。で、つなぎ方なんですけども、ブルーのホースをですね、まずこのマニホールドの方のブルーのところにつないで、で、もう片一方ですね、室外機のいっぱい配管がつながってるところに1個だけなんか余ったようなつなぐとこがあるので、そこにつないでいきます。ちなみに太い配管側についてる方ですね。で、つなぐとですね、こんな風にゲージの針が動いて、今このくらいの圧力で充填されてますよっていうのが分かりますね。ゲージをつないだらですね、二方弁っていう細いパイプがつながっている方の穴に六角レンチを刺して、これを締めていきますね。これ締めることで蛇口が閉まるのと同じでガスが止まるようになってます。はい、二方弁を締め終わったらですね、今度は本体の強制冷房運転ですね。だいたいこういうとこパカッと開けるとですね、隠しスイッチみたいなのがちょっとあってですね、で、この機種はですね、この隠しスイッチを10秒間押すと強制冷房運転に入れるみたいです。で、この強制冷房運転っていうのをやると、どん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 ガスをですね、室外機の方に送っていって、室外機の方に溜まっていくようなイメージですね。で、数分経つとこんな風にゲージのメモリがですね、ゼロになります。ゼロになったらですね、もう配管の中にガス残ってませんよっていうことなので、三方弁、この太い方を今度は締めていきます。締め終わったらですね、エアコンの電源をすぐに落とします。
で2つとも閉めればですね、もうガスが完全に室外機の中に封印されているので、配管ばらしても大丈夫です。はい、ポンプダウンが終わったらですね、モンキースパナで漏れてる方の配管を緩めていきますと。で、このナットですね、そこそこ硬いんでですね、もう一本スパナ用意して、キャップの方にスパナ引っ掛けて回すと結構回しやすいですね。ちなみにスパナ一本で無理やり回そうとすると、本体の方がなんかメキョってなって壊れます。で、外れた配管こんな風になってますね。結構綺麗に見えるんですけど、ここが多分ダメになってます。というわけでですね、これパイプカッターって100均で売ってるようなやつなんですけど、これでですね、この配管の先っちょの方切っちゃいます。で、パイプが切れたらですね、今度はバリを落としていきます。で、このパイプカッターの後ろにですね、だいたい三角形がついてるんで、それを切った穴に差し込んでですね、こうやってグリグリってやるとささくれ立ったところが取れてですね、綺麗になります。で、これ取らないとですね、次に行うフレア加工っていうので、なんかガタガタができてまたガスが漏れちゃいますね。はい、カットが終わったらですね、次はフレア加工ですね。で、フレア加工何なのかというと、まあ、配管つなぐためにちょっとラッパみたいな形を作ることですね。で、使い方はですね、いろんな太さの配管がはまる穴があるので、これにちょうどはまる穴のところにですね、配管を挟んで固定しますと。で、その固定したやつの上にですね、この大きいダイヤルみたいなやつを持ってきてくるくる回していくと、先っちょがラッパにできるっていう道具ですね。ちなみにこれタスコっていうメーカーのやつなんですけど、この器具だけはですね、いいやつを使った方がいいです。今右端にちらっと赤いの映ってると思うんですけど、これすっごい安いやつなんですけど、これでやってね、全然成功しなかったですね。はい、中見るとこんな感じですね。ちょっととんがったやつが配管の先っちょにどん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 はまっていって、ちょっとずつ広げてラッパ状にするっていう構造になってますね。で、このタスコのやつ、いいのはですね、加工が終わると急にハンドルがスリップするようになって勝手に終了してくれます。これ安いやつだとですね、どこまで締めているかよくわからずに、締めすぎてね、開いてみたらラッパ壊れてたって、そういうこと多いんですね。だもんで、このクラッチついてるやつはおすすめですね。はい、こういう風にですね、最後の方ぐーっと締めていくと、なんかカチッて音がして急にスルッと回るようになるんですね。はい、こんな感じですね。これになるともうどんだけ回してもネジが進んでいかないので、勝手に終了っていう形ですね。完了したらほどいていきます。はい、完成したフレア面こんな感じになってますね。まあ当たり前ですけど、綺麗なラッパ形状になってます。フレア加工終わったらですね、あとはバラすときと反対に同じように組み付けていくだけですね。で、ここ締め付けるときですね、専用のトルクレンチ使った方がいいんですけど、ちょっと狭くてね、トルクレンチ入らなかったんで、ちょっと勘でもう今日は締めちゃいます。で、まあ感覚としましては、普通に手で回していってギュッて止まったところからですね、結構フルパワーで90度ぐらい回したとこ、それぐらいが大体ちょうどいい感じですね。フレア加工終わったら次は真空引きですね。真空引きって何なのっていうとですね、配管つないだだけだとまだ配管の中に空気がいっぱい残ってるんですね。で、それガスと混ぜちゃうと、まあ所毛の性能が出ないとか、中の水分が凍っちゃって壊れるとか、なんかいろいろ良くないんですね。で、使うのはこの真空ポンプってやつなんですけど、これ安いやつで十分ですね。で、使い方なんですけども、黄色いホースを真空ポンプの方につないで、その反対側をですね、さっきのマニホールドゲージの真ん中のバルブにつなぎます。はい、そして青いホースはさっきと同じようにですね、青いダイヤルがついたとこと、室外機の本体の太い配管の後ろについているサービスポートですね、ここにつないでいきます。はい、ホースを全部つなぎ終わったらですね、早速真空ポンプのスイッチ入れていきます。この時青いダイヤルはフルオープンにしてて大丈夫。あとこのまま15分ぐらい放置して空気が抜けるのを待ちます。はい、15分経ったらですね、
まずは青いゲージを見てですね、ちゃんとマイナスの方向に行ってるかどうかを確認します。で、この確認が終わったら次は青いダイヤルを締めますと。で、青いダイヤルを締めたら次は真空ポンプのスイッチをオフにします。真空ポンプ止めたらですね、止めた瞬間に針がいきなりビヨンって戻ったりしないかどうか確認します。で、これで針が戻らないようでしたら、このままですね、また15分ぐらい放置して空気が漏れてないか確認します。はい、15分経過してですね、ゲージの針見てこれが動いてなかったら空気漏れてないってことなんで OK です。そしたらいよいよ配管の中にガスを入れていきます。ガスが入ると針が動いてちょっと圧力が上がってるのが分かりますね。ガスが入ったらガス漏れの検査していきます。はい、使うのはさっき使ったガス検知センサーですね。うん、ガス漏れてないですね。ガスを入れるときはエアコンの温度を見ながら入れていくので、エアコンに温度計を設置します。エアコンの吸い込み口に一つとエアコンの吹き出し口に一つですね、この2つを見ながら温度差を見てですね、冷却能力を確認していきたいと思います。はい、取り付け終わったらこんな感じですね。上の方の吸い込み口に1個と、今閉まってますけどエアコンの吹き出し口に1つと、ちょっと余ってたんでですね、配管にもつないでみましたけども、この温度もあんまり参考にならないかもしれないですね。で、温度計をですねこの前に置いて、ただこれ外から見えないんでですね、この前にカメラを置いて、そのカメラをスマホで見ながらですね、温度見てガス充填していこうと思います。それではやっとこさエアコンのガスを補充していこうと思います。で、使うのはですね R410 っていうこのエアコンの中に入っているガスを補充していきます。はい、で、つなぎ方はですね、先ほど真空ポンプにつないでいた黄色のホースをこのボンベにつなぎ直します。次はですね、ボンベを体重計の上に乗せていきます。で、これなんで乗せるかと言いますと、一体何グラム入れたのかっていうのが分かるようにするためですね。では早速充填していくんですけども、先ほど設置したカメラですね、この映像を見ながら温度を見てちょっとずつ入れていきたいと思います。で、温度の目安としてはですね、入り口の温度と出口の温度の差がですね、だいたい8度ぐらい、これくらいを目標に入れていきたいと思います。で、ガス圧はですね、1メガパスカル超えないような形でやっていきたいと思います。今現在もうほとんど入ってない感じですね。ではちょっとずつ入れていきます。なんかひねるとですね、なんか象の鳴き声みたいな声がするんですけど、こうやってちょっとずつひねってみながら入れていきます。で、これ思い切りガーって入れちゃうとですね、液体が気化しちゃってあんまり良くないみたいなので、ちょっとずつ入れていくのがミソですね。はい、というわけで温度差7度くらいになってきたので、ちょっと早めにやめたいと思います。はい、充填終わったら後片付けですね。まあ、つけた時の逆で蛇口を全部閉めてから配管外していくんですけども、ガスチャージは真空引きと違って圧力かかってるんで、適当に引っ込んでくとですね、ブシュッとガス出てきて危ないので、ちょっとずつ外していきます。最後にですね、配管カバーとか作業でめくっちゃったところですね、ここ元に戻して、で、最後にエアコンのカバーをつけて終わりですね。はい、ではですね、ガスが抜けて全然冷えなかったエアコン、どこまで回復したのか見てみましょう。入り口の温度が 28.4 度、出口の温度が 20.1 度、というわけでですね、 8.3 度分まで回復しましたと。で、ここまで回復すればもう大丈夫ですね。次は消費電力ですね。ガス抜けてるとどんなに頑張ってもなんか 300W とか 400W しかいかないんですけど、今 760W までいってるんで、結構頑張れる仕様に戻ってますね。はい、というわけで今週の動画いかがだったでしょうか。エアコンなんですけど、ぬるい風しか出てこなくなって、で、消費電力下がってたら大体ガス抜けですね。
なのでこういう症状現れている人いらっしゃいましたらですね、ガス補充するのをおすすめです。ただ厄介なのがこのガスボンベですね。で今回10キロ単位でしか売ってなかったんで、まあ10キロ買ったんですけども、今回使ったのが 400g っていうことで、あとですね24回分ぐらい残ってるんですね。多分一生使い切らないです。でこれからもいろいろ挑戦していこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタンとかコメントとかもらえるとちょっとやる気が出てきますんで、そっちの方もよろしくお願いします。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。